今回は美女を濡らす男の余裕の演出法についてお話しします。女は余裕がある男が好きとか色気がある男はモテるというのはあなたも一度は聞いたことがあるかと思います。実際テレビでも YouTube でも見てたら女どもが好きなタイプは余裕がある人かな、色気がある人が好きですみたいな感じで毎回言ってますよね。そういうのを聞いて、じゃあ女の前で落ち着いていて余裕そうに振る舞えばいいの、え、余裕がないって言われたけど余裕って何、よし色気を出すために髪を長くして髭を生やそうみたいな感じで余裕とか色気を演出しようとしてる男がめちゃくちゃいます。もう結論から言っちゃうと、女が好きなこの男の余裕とか色気とかっていうのは出そうとして出せるもんじゃないんですよね。世の中の男は女が言ってるこの言葉の意味を勘違いしてモテたいからと余裕とか色気を頑張って演出しようとして逆に痛々しくなっちゃってる男がほとんどです。これどういうことかっていうと、例えばデート中に女の前でゆっくり動いて余裕があるように見せるとか、俺はすごく女にモテてると話の中で遠回しにアピールをして相手の女に自分に余裕があると感じさせるとか、髪を伸ばして前髪をジェルで濡らして髭を生やして色気があるように見せるとかっていうのは、これは余裕でもなく色気でもなくただのマスターベーションなんですね。世の中の男が作ろうとして作ってる余裕とか色気とかっていうのは、これは余裕でも色気でも何でもなく女から見ると、あ、なんか無理しちゃってて痛いな、モテたくて必死なんだなみたいな感じで気持ち悪い弱い男だと思われるんですね。では一体女はどこに男の本物の余裕色気を感じムラムラするのかっていうと、それは目の前の男が人生でしてきた経験、もっと言うとコンプレックスと向き合ってきた数に余裕を感じ股を濡らすんですね。相手の男がどんな人生を歩んでどんなコンプレックスと向き合って突破してきたのか、その経験から来る言動行動一つ一つに美女は余裕と色気を感じるし、逆にコンプレックスと向き合ってない男は余裕も色気もないただの障害物となる。例えばお金がないというコンプレックス、金を稼ぐことから逃げてる男の言動行動っていうのはもう大体みんな一緒で、デートで割り勘にしようとか言ってきたり、女が会計の時に財布を出さなかったのをああだこうだ言ってたり、安い居酒屋に連れてってデート代を安く済ませようとしてたりとかですよね。これっていうのは女から見ると当たり前に余裕がないと思われるわけですが、要はこれはその男がお金がないというコンプレックスから逃げてるから女から余裕がないと思われるわけですね。努力して100億円持ってたらそんなデート代なんていちいち気にならないわけ。また自分のことを自分はブサイクでかっこよくなくてごめんねみたいな感じで女の前でいちいち自己卑下してしまう人は、要は自分の見た目がキモいというコンプレックスから逃げてるからそういう言わなくていい余裕のない発言をいちいちしてしまうわけ。デートで自分の話ばかりする男も余裕がないとされますが、これっていうのも自分のコンプレックスと向き合わず自分に本当の自信がないからペラペラ口先で俺はすごい自分はこうでこうでっていうのを一生懸命語る。店員に横柄な態度を取る男っていうのも自分に本当の自信がないからそういう立場の弱い店員さんに対して強く出ることで自分のヒエラルキーを保とうとする。女に追いラインをするとか下ネタばっかり話してがっつきすぎるとかっていう余裕がない行動も、女にモテないというコンプレックスから逃げてるから普段セックスする相手がおらず余裕がない行動に出てしまう。このようにコンプレックスと向き合わずにそのまま恋愛をしてしまうと男として成熟してないので言動所作全てに余裕のなさが出てしまいますよね。逆に自分のいろんなコンプレックスと向き合い突破してきた男っていうのは自分に絶対の自信がありますし、人の気持ちもわかるので相手に配慮もできて問題解決能力もあり本当の余裕のある大人ですよね。女は自分のコンプレックスとちゃんと向き合ってる余裕のある男も、コンプレックスから逃げ続けている弱い男もどちらもデートでたくさん会ってるので差が一目瞭然なわけです。だからあなたはデートをして女から余裕がない男と思われないように男として必要な経験を積んでちゃんとコンプレックスと向き合わなければいけません。今日はその男の余裕や色気を演出するのにつながる男全員がすべき必須な経験についてお話ししてきます。今回私が話すものを全て経験していただき突破していただければ、あなたはデートに行って席に座るだけで相手の女の股を濡らし、エッチはもちろん彼女にするのだってセフレにするのだって簡単にできます。実際私もこれから話す経験をしたことで男として成熟し、今では女の隣に座るだけで相手の女の股を濡らしてエッチでも何でもできますし、私の運営している恋トレ大学の生徒も私が直接指導して本当にたくさんの人が恋愛で成果を出しています。今日は指が綺麗な男性は色気があるとか、レディーファーストができる男は余裕があるとか、いい匂いがする男は色気があるっていう基礎中の基礎みたいな話はしません。まずそういう基礎知識をしっかり学んで明日からでも美女を抱いていきたいという方は、この動画の概要欄にある公式 LINE からプレゼントしている5時間超えの動画教材非常識な恋愛手法 2.0 で男の恋愛に必要な全てのノウハウを公開しますので、ぜひ概要欄から公式 LINE を追加して学んでいきなさい。ということで、女の好きな余裕、色気を演出する経験、一つ目は、たくさんの女と関係を持つ。女が余裕がないとする男の言動行動のほとんどが、その男の女性経験不足、セックス不足が原因で引き起こされるのね。例えば、とにかく目の前の女とやりたいからと、デートでがっつきすぎてしまったり、デートで緊張して、あたふたしてたりとか、女の言動行動に感情的になって怒ってしまったりとか、女に何度も追いラインをしてしまったりとか、結局これらの余裕のない行動っていうのは、すべて女性経験不足、セックス不足が原因なんですね。普段セックスする相手がいないから、いざ女を目の
前にしてがっついてしまうし、女性経験が明らかに不足してるから女と一緒にご飯を食べることにで緊張してあたふたしてしまう。女のことを理解していないからいちいち相手の言動行動に感情的になり怒ってしまう。他に女の選択肢がないから一人の女に固執して何度もオイラインを送ってしまう。このように余裕がない言動行動というのはセックスする相手がおらず女の選択肢がないことによって引き起こされるわけですね。いくら私の動画を見て余裕がない言動行動をしないようにしようと頭で意識したとしても、あなたに普段セックスする相手がいない、女の選択肢がないならばどこかで絶対に余裕のないところが出てしまうのね。それが少しでも女の前で出てしまえば余裕がないと思われ、この人モテない男なんだな、そんな人の遺伝子欲しくないわ、そう認定され失敗するわけです。逆に想像してみてほしいんですけど、あなたのセフレが広瀬すずと橋本環奈でその他にもデートする女の選択肢がいくらでもあるならば、間違いなくあなたは余裕で満ち溢れるわけですね。女と初回デートをしても緊張しないし、その女とやれなくても広瀬すずがセフレで呼べば来るんだから別にいちいちがっつかないわけです。なんなら俺様の大切な時間を使ってやってやってもいいよぐらいの感覚になるということ、これが女が好きな余裕になる。広瀬すずとか極端なことを言いましたけど、普通に普段からセックスする相手がいてね、またあなたに女を落とせるスキルがあって女の選択肢があるならば、さっき挙げたキモい余裕がない言動行動というのはなくなります。だからまずはたくさんの女性経験を積む必要がある。またあなたがたくさんの女性経験を積むことになれば、女という生き物について深く学べる機会になる。たくさんの女性経験を積み、女の心理を完璧に理解していれば、デートで相手の女がする言動行動にいちいち惑わされなくなるし、こちらがコントロールして支配できるのね。女性経験の少ない男っていうのは女がする言動行動にいちいち惑わされて、え、今の発言はどういうことかな、俺のこと興味ないのかな、この行動はどういう意味なのかなみたいな感じで女の一挙一動に慌ててあたふたしてしまい、余裕がなく見える。女の心理を理解して女の言動行動の裏の意味、心理を読み取れるようになれば、相手がその時に欲しい言動行動というのが全て手に取るように分かるので、デートをしてても達観して冷静に対処できる。そうすると相手を支配するのも簡単ですよね。私も女性経験が全くなかった20代前半は女と喋るだけで声が震えるし、アイコンタクトもできないし、目の前の女の一挙一動にビクビクしてました。そこからナンパを始めてね、少し女と会えるようになって喋るのは緊張しなくなったけど、セックスする相手はずっといなかったので、デートの時にやりたい感がめちゃめちゃ出てしまい、余裕がなく見られ、全くデートが成功しませんでした。余裕のない自分に気づいた私は、もうこれは偉そうに相手を選んでる場合ではないと、もうなりふり構わず、まず成功体験を積もうと、そういう風に考えて24歳で62歳のおばあさんを本気で口説き、お持ち帰りチャレンジをしたり、めちゃくちゃデブの女ともデートをして口説いてました。それでも失敗したもんですから、こんなギリ女みたいな奴らも口説けないって、俺はどんだけ価値の低い男なんだと絶望しながらも、やるしかないということで、女の質よりもまず成功体験を積んで女という生き物を学ぶことに集中しました。それで徐々に成功体験が積めるようになり、あ、この女の反応は脈がある反応だな、あ、今はまだ押すべきタイミングではないな、これは完全に俺に惚れてるな、という女性心理が分かるようになっていたんですね。また定期的にセックスする相手も作っていき、デートでやることにがっつかなくなってから、逆に相手の女から求められるようになりました。こんな感じで私はたくさんの女と関係を持つ経験を積んで、女を深く理解し、どんな状況になっても感情的にならず自分を俯瞰して見ることができるような、文字通り余裕がある男になったわけですね。実際多くの女性経験を積んだ今では、女のする言動行動の裏の意味が手に取るようにわかります。なので感情的にもなりませんし、いちいち緊張もしません。全てわかるからです。あなたがもし余裕に満ち溢れた男になりたいなら、まず最初は何ふり構わず、とにかく女を口説いてセックスをして関係を持ちなさい。そこでセックスをした後の女の態度の変化とか、女が好きな男にする行動とかっていうのも全て肌感覚でわかるようになります。最初は相手の女のレベルというのは選ばないようにしなさい。今のレベル1のあなたが最初から美女を落とせるほど恋愛は甘くないからね。私が62歳のおばあさんを口説くことから始めたように、経験を積んで徐々にレベルアップすべきです。そうやって無理やりでも関係を持つことで、女という生き物を深く知ることができ、それがあなたのレベルアップ、女が好きな余裕につながります。こういうことを言うと、でも僕はツッチーさんみたいにやりちんになりたいわけではなく、一人の女と結婚して長く一緒にいて幸せになりたいんですとか言ってくるやつもいるんですが、そうならばなおさら経験が必要。一人の魅力的な女をキープするのがどれだけ大変なことか分かってる。女の心理も分からない、いつでも女を調達できる能力がない低レベルの男が一人の美女と長期的な関係を築けるわけがない。女はかなりシビアだからね。あなたよりいい案件が来たら速攻で乗り換えるよ。その方が女もいい生活ができて得だからね。他の男からのたくさんの魅力的なオファーが舞い込んでる中、その数々のオファーを圧倒的に上回るくらい、あなたが魅力的じゃないと美女をキープし続けるのは不可能。告白して付き合えたり、プロポーズをして結婚という口約束、契約ができたらそれで終わりじゃない。常に向上し続けなければすぐに捨てられるということなので、あなたがもし女性経験が足りてない、普段からセックスする相手がいないなら、マッチングアプリもナンパも始めてデートに行って口説いて成功体験を積みに行きなさい。もちろん女に振られたり、ドタキャンされまくったり、ひどい態度を取られたり、失敗もたくさんするでしょうけど、その苦痛というのが男の色気を作る。たくさん失敗して苦痛を味わったら、人の痛みというのが分かるようになるし、そういう苦痛があなたを男として成長させ深みを与えてくれる。そしたら他人を理解できて優しく配慮することができ、大きい心を持って男とも女とも接することができる。それが男の余裕であり色気であります。なのでたくさんの女と関係を持って
この女という生き物を学ぶこと、ここを逃げずに突破しなさい。二つ目はハードな筋トレ。土橋さん、もう筋トレの話は何度も聞きました。筋トレの話をするのはもうやめてくださいと思った方、私は筋トレの話をするのを絶対にやめません。あなたが男の余裕や色気を出して女と目を合わせるだけで股を濡らしたいなら、ハードに筋トレをしてください。男の余裕や色気っていうのは自分自身の絶対的な自信から来るものなので、毎日ハードに筋トレをして厚い大胸筋とシックスパックの腹筋を保持して自信がないやつなんていません。私がこうして発信してるおかげで筋トレやってますみたいな人が増えて、それはいいことなんですが、そういう人の9割は実はハードにできたいんですよね。このハードというのは週6回のジムのトレーニングを習慣にし、そのトレーニングも正しいフォームで毎回マイセットを限界まで追い込み、食事も睡眠も徹底するということです。例えば胸を鍛えようとベンチプレスをやるにしても、毎回自分が8回から10回できるギリギリの重量を設定し、適切なフォームで3から5セット、自分のその時持ってるパワーを全て使い果たすレベルで追い込む。前回ベンチプレスをやった時よりも回数を上げれるようにする。重量をちょっとでも上げれるようにする。その後はインクラインベンチプレスとかダンベルフライとかケーブルクロスオーバーなどの種目も4つ5つ入れてって、それも3から5セットずつ限界まで追い込む。そしてジムから帰ってきたら当たり前に食事も睡眠も徹底してやる。これをほぼ毎日というのがハードにやるということです。もちろん筋トレにはいろんなトレーニングの方法があって、軽い重量で高回数やるとか、体の部位を分割法で分けてトレーニングをやるとか、いろいろあるんですけど、大前提、この適切なフォームで限界まで追い込んでハードに筋トレをやるというのがみんなできてない。よくね、筋トレをやってるんですけどなかなか痩せなくて、いやー毎日ジムに行ってるんですけどなかなか大きくなりませんという人が多くいるんですが、大体そういう人ってちゃんと適切なフォームで限界までやってないし、食事も適当なんですよね。変なフォームで狭い可動域、軽い重量で地元のスポーツジムにいるおじいさんみたいにちまちまやって食事も適当にとってたら体が変わるわけがない。そういうとこも徹底しないといけないのね。こういうことを言うと、え、でもそんなにハードにやって怪我したらどうするのとか言ってくるやつがいるんですが、怪我してから言ってください。大半の人はそんな怪我するレベルにハードに追い込みませんから。実際私は元プロサッカー選手で、それこそ大学時代なんかは尋常じゃないレベルのトレーニング量をこなしました。チームで午前午後とハードなリブレン、サンブレンがあって、その後個人で契約してるめちゃくちゃ追い込まれるジムにも行くみたいな、そんな感じでめちゃくちゃやってたんですね。それだけやるとやっぱり怪我をしたんですが、そこで、あ、これだけの負荷でやったら自分は怪我をするんだという自分の限界がわかるんですね。そこで初めて怪我するラインは超えないようにトレーニングの量を調整して、怪我せずに成長できるギリギリのラインを追い込んでいくことができるんですね。それが早い段階でできるとかなり身体能力も成長し、成果も出ますよね。当時の私の場合、サッカーという競技ですが、これは筋トレ、恋愛という分野でも同じです。限界まで追い込んで過去の自分を超えないと成長しません。これはあなたにトレーニングは怪我をするまで追い込めと言ってるわけではなくて、それぐらいの気持ちで追い込まないと本当に欲しい理想の体は手に入らないよということを言いたいのね。普通に怪我はしない方がいいので、ちゃんとしたフォームをパーソナルトレーニングを受けて習得してください。筋トレのフォームというのは難しいです。筋肉は1ヶ月2ヶ月でつくものではないですから、半年1年2年3年といった感じで長く地道にやって、やっと他人から見て体すごいねと言われるレベルです。なのでもうたった今からハードにやっていかないと、いつまで経っても体は変わりません。はっきり言って理想の体すらも手に入らなければ理想の女っていうのも無理です。だって凡人である我々が運にも実力にも左右されず、ただやり続けるだけで誰もが獲得できる筋肉すらも獲得する気がないなら、いい女をゲットしてしかもキープし続けるなんてもっと理不尽で難しくて無理ですからね。私自身もチビ、ガリガリ、ブス、貧乏という地底人から始まったので、努力でなんとかできる理想の体、筋肉だけは絶対に獲得すると決めてました。言うてまだまだ今の自分の体というのは理想ではないですが、昔の自分からすれば理想に近くなり、それが自分の自信にもつながって、女を目の前にしても余裕を持てるようになりました。当たり前に毎朝起きて鏡を見てシックスパックの腹筋が映っていれば自信になるし、ネガティブにも鬱にもなりようがないのね。だからハードに筋トレをして追い込んで筋肥大させてください。私は恋愛のプロであり筋トレのプロではないので、もっと詳しく知りたい方は横川直隆さんの YouTube や相澤隼人さんの YouTube を見て勉強してください。彼らはプロです。話を戻して、なぜ筋トレをして筋肉をつけると女が好きな余裕や色気につながるかっていうと、筋トレをして男性ホルモンであるテストステロンを分泌することで女を引きつけることができるから、色気のある顔つきに変わるから、男としての本物の自信につながるから、シンプルに見た目が魅力的になって女に好かれるから、これらの理由があります。まず大きいのが男性ホルモンであるテストステロンの分泌だよね。このテストステロンは女の本能に訴求する男性ホルモン、別名モテホルモンと言われていて、これが筋トレをすることによって多く分泌される。性欲の向上、勃起力向上、精子の生産などの性活動を活発にし、闘争心や競争心というのも増します。また研究によると、テストステロンは男性の顔の特徴に影響を及ぼし、より男性的な顔
顔つきになることも分かっています。これが女から見ると色気のある顔つきだということ。こちらの画像をご覧ください。顔つきが全然違いますよね。そしてハードに筋トレをして理想の体になれば、それはあなたの絶対的な自信につながります。自分を信じると書いて自信なので、自信というのはあなたが過去に自分との約束を守って積み上げてきたものによって形成されるもの。そしてシンプルに女はイケてるマッチョが好きですし、あなたが胸筋モリモリ腹筋バキバキな体と張りがある肌で一度女を丁寧に抱いてやったら、あなたとのエッチが忘れられず、女はまた何度も会いたがります。何度も会いたがられて女に求められれば、またそれがあなたの自信につながるでしょう。長々と話してきましたが、男の余裕や色気強さというのはちゃんと自分と向き合って自分に打ち勝つことで出てくるものです。毎日ジムに行って筋トレをしてめちゃくちゃ追い込んでも筋肉がそう簡単につかないことに気づくし、しかもそれを毎回限界まで追い込んで継続しなければ成長しないことにも気づく。そうしてこの世の価値があるものは全て楽に早く簡単に手に入らないことが理解できて成熟した男になるわけだね。そういうことを理解している男は男として余裕や色気がありますし、どんな分野でも諦めずに継続でき必ず成果を出せる。筋トレをすると筋肉がついて見た目が良くなるとかっていうのももちろんだけど、ちゃんと毎日ジムに行けるその自制心が必ずあなたの人生を助けてくれるから。天気、他人、自分の心臓の鼓動さえもコントロールできない中で、どれだけ自分の精神をコントロールできるか、それが男の勝敗を分ける。なのであなたがいい男になりたいなら、ハードに筋トレをして精神だけは自分の支配下に置け。これを見ているあなたはおそらく毎日同じルーティンの中で人生を生きてるかと思います。平日は朝7時に起きて電車に乗って会社に行き仕事をし、夜7時くらいに帰ってきて YouTube、ネットフリ、アニメを見て時間を過ごし、最後寝る前にポルノを見てしこって寝る。休日は平日の仕事の疲れがあるからと1日中家に引きこもってスマホを両手に布団にくるまりながら寝て起きてを繰り返し、夜になるのを待つ。そしてあっという間に日曜日の夜を迎え、また元の平日に戻るみたいな感じで、人それぞれあると思うけど、誰もがなんとなく決まった1週間、1ヶ月、自分のルーティーン、リズムの中で日々過ごしてるよね。その中で人生の不満、彼女ができないとか、会社の給料が安すぎるとか、上司がうざいとか、いろいろ湧いてくるんだけど、結局不満があったとしてもその生活のルーティーンというのが自分にとっていつの間に居心地が良くなり抜け出せなくなっちゃってるんだよね。朝起きて脳死で電車に乗り、会社に行ってロボットのように仕事をして、夜も何も考えずポルノを見てしこって寝て、また朝起きて仕事に行けば、今の時代別に何不自由なく生活できるし、要は自分にとって安心楽なわけですね。会社の給料が安い、上司がうざい、彼女ができないという自分の不満と向き合って、今の仕事を辞めて自分でビジネスを立ち上げる、彼女ができないからナンパを始めるなんていうのは、今のルーティーンを続けるよりよっぽど居心地が悪い行動なわけですよ。今の自分のコンフォートゾーンの中で生きればとりあえず安心を得られる。しかし何かを得るためにコンフォートゾーンの外の行動に出れば、それは居心地が悪いものになる。コンフォートゾーンというのは人が精神的にも身体的にも安心して活動できる行動や環境の範囲のことですね。このように人間は無意識に自分が安心できる環境を好んで選び、居心地の悪いことを避けるという性質がある。これは偉そうに話してる私も同じです。何が言いたいかっていうと、居心地のいい環境にずっと自分の身を置いてる、コンフォートゾーンの中にいる男っていうのは何も成長がないので余裕も色気も出ませんよっていう話。この動画の最初に、女は相手の男の人生経験の多さ、コンプレックスと向き合ってきた数から来る言動行動一つ一つに余裕と色気を感じるという話をしました。ずっと毎日同じルーティーンを生きて毎日居心地のいい環境に居座ってるような男に、女が好む人生経験の豊富さなんてものはもちろんありませんし、自分のコンプレックスと向き合い突破してきた数から来る落ち着き余裕や色気なんてものはありません。女がね、いつまでもママのおっぱいから離れられない実家にずっといるような男に余裕や色気強さを感じるわけがないでしょう。これは実家に限らず、稼ぎたいと言いながら結局ずっと同じ会社に勤めて低レベル同士の友達とつるむ、モテたいと言いながら傷つくのが怖くて家の外に出ることができず女とコミュニケーションが取れない、痩せたいと言いながらジムには行けずコンビニ飯を食べる、こんな感じで弱いやつっていうのはずっとコンフォートゾーンの中にいる。なりたい理想の自分より自分が傷つかず安心できる方を無意識に選択してしまってる。これでは負け組なのね。だからあなたが男として強くなって女から余裕や色気を感じてもらいたいならば、意識的にコンフォートゾーンの外に出て居心地の悪い経験をしなさい。これどういうことかっていうと、例えば年収400万円のサラリーマンが金を稼ぎたいということで年収1億円以上の経営者が集まるパーティーに行けば、当たり前に居心地が悪いわけですね。周りの人はいいスーツを着ていい時計をつけて何千万何億円の規模の話をしてるのに、自分は低賃金労働者みたいなスーツを着て G-SHOCK の時計をつけて口座の残高が10万円だったら最悪な気分なわけですよ。自分は場違いなところに来てしまった、とにかく早く借りたいとそう思うわけだ。その次の日、同じ年収400万円の友達といつもの安い汚い居酒屋で、こないださこんなパーティーに行ってきた、マジきつかったと話せば、その友達はそりゃそうだよ俺たちサラリーマンなんだからみたいな感じで低レベル同士話して安心できる。でももしね、そこでめげずにその男が1億円の経営者の集まるパーティーに何度も通い続けられば、最初は場違いだと感じててもだんだん慣れてきて話とかも分かっていき、別にそこまでそのパーティーに行くのがだんだん苦じゃなくなる。そう、自分の安心領域コンフォートゾーンの位置が高くなっていくわけです。そうすると周りはみんな年収1億円なのに自分が年収1億円じゃないのはおかしいとセルフイメージが徐々に変わり、今の現状の自分というのが居心地が悪くなるんです。脳
王がその年収1億円になるための行動をするようにと常に指令を出すようになり、年収400万円が居心地が悪いわけですから、普段からお金を稼ぐための努力ができて、やがて遅れた時間軸で年収1億円を達成できるということですね。そして安い居酒屋で年収400万円の友達と飲むのが安心だったのが、気づいた頃にはそれが居心地が悪いということになる。この年収1億円のパーティーの話で、おそらくほとんどの人がそのパーティーに行くのが辛いからとやめてしまうと思います。人間には恒常性維持機能、ホメオスタシスという一定の状態を維持してくれる機能が備わっていて、例えば走って心拍数が上がったものを元の心拍数に戻してくれたり、熱が上がっても低熱に戻してくれたりといった感じで、このままの自分で居続けようとする本能がある。この本能というのは生物が生存し続ける上で大切なものなんですが、人生の現状維持にみんなホメオスタシスを使っちゃってるんですね。年収400万円の友達と安い居酒屋で愚痴を吐いて飲み続けても現状は維持できますが、絶対にその後の人生は変わらないからね。これでは負け組なので、意識的に無理やり自分を居心地の悪い環境に突き落として、コンフォートゾーンから出てセルフイメージを変えていきなさい。あなたは居心地のいいコンフォートゾーンにずっといるから、男として成熟せず余裕も色気もないの。あなたが実家にいるなら実家から出て一人暮らしをして自立しないといけないし、低収入で紐でお互いの傷を舐め合うような居心地のいい友達といつも時間を共にするんではなくて、自分よりレベルが高い人がいるセミナーでも何でも行ってみなさい。行く美容室も行き慣れた美容室ではなくて、渋谷表参道の高価な美容室に通いなさい。家でスマホをずっといじってるんじゃなくて、外に出てナンパでもデートでもしてきなさい。便利な日本にずっと留まってるんじゃなくて、海外にも積極的に行きなさい。そして現地の白人を口説くんです。住むところもずっと同じところに住んでるんではなくて、家賃が多少高くなってもできるだけ都会に住んで今よりいい部屋を借りるべきです。そうやって意識的にコンフォートゾーンの外に出て居心地の悪い経験をすることで、だんだん自分の当たり前の基準というのが上がってくるのね。居心地のいいところに留まっていたら何も成長はないの。私だって1年以上同じ家に住んだこともないし、引っ越しするときはいつも無理して前の家の家賃の倍以上のところに引っ越します。そうすると普通にお金が一気になくなるので怖くなります。貧乏で日もての時から自分よりはるかにレベルが高い人がいるようなセミナーやコミュニティに無理やり参加して惨めな思いをたくさんしてました。飛行機だって別にエコノミークラスで行った方が旅先で使えるお金は残るけど、無理して毎回 4,5 倍以上するビジネスクラスに乗ってました。海外に行ってただ旅行をするんではなくて、拙い英語を使って白人ナンパをチャレンジしてます。一見無駄なように見える行動ですが、そうやって意識的にコンフォートゾーンの外に出るから自分の中の当たり前の基準が上がり、俺はここにいるべき人間なんだ、レベルが高い人間なんだと自分を洗脳することができる。コンフォートゾーンの外に出て無理をすることで格段にレベルアップして男として成熟していくことができ、それが余裕や色気につながるということですね。大多数の男がビビって怖がってるもの、例えばお金を稼ぐために仕事を辞めて起業するとか、実名で SNS で発信するとか、ナンパを始めるとか、稼いだお金を全て自己投資にフルベットするとか、それというのは私はもうすでに経験してきて突破してきたので別に何とでもないんですね。いちいち行動するのにビビってるやつを見ると、え、そこで止まっちゃってるのと思うわけです。それは女から見たら大多数の男より私は余裕があるように見えるに決まってる。とにかくあなたはコンフォートゾーンの外に出て、今の自分からしたら無理があるようなストレスがかかることをしなさい。別に最初は通ってた美容室を高級な美容室に変えるとかでも、いいジムに契約してみるとかでも、小さなことでもいいです。何かを変えないといけない。同じ行動をした先には当たり前に同じ結果しかないからね。そしてあなたに今女の経験がほとんどなかったとしても、デートで女の前では自分が世界で一番のモテ男だと思って振る舞いなさい。私も何者でもない時からそのように振る舞ってました。成功する前から成功してるように振る舞うから、その勘違いがやがて現実なり強い自分を作っていく。私もそうですけど、この世のどんな強い男も生まれた時点では何も価値がなく、自分はもっと強いんだと、こんなものじゃないんだと自分を偽るところから始めてるわけですから、小手先のテクニックで余裕とか色気とかを演出するんではなくて、今日私が話した本質、たくさんの女と関係を持つ、ハードな筋トレ、居心地の悪いことをするというのを意識して生活し、女を本能的に濡らす男になる。そういうわけなので、 YouTube を見るのは今日はここまでにして、とりあえずジムにでも行きなさいってことで、いかがだったでしょうか。美女を濡らす男の余裕の演出法という動画でした。そして2万人以上の方が登録してくれている私の公式 LINE では、私がブスでコミュ障の恋愛初心者からたった1年で300人以上の美女と関係を持つことができた恋愛手法、これまで私が指導した2000人以上の恋トレ大学の生徒が彼女セフレを作った方法を配信していて、恋活を継続できてやりきれる環境を用意しています。そして公式 LINE 登録者2万人、 YouTube 登録者5万人突破を記念して、作成費用500万円以上、作成期間1年、チャンネル開設から約2年の努力の結晶を元に制作した動画教材、恋トレ式非常識な恋愛手法 2.0 を無料でプレゼントしています。約5時間を超える動画教材で、文字数にすると約15万字のボリュームの男の恋愛の全てを攻略した教材になっております。プレゼントの内容は、彼女セフレを量産する恋トレ式ルーティン、唯一無二のモテ用になるためのマインドセット、簡単にシックスパックを実現させる食事、筋トレ法、 99% の男が勘違いしている清潔感、待ち合わせた瞬間に食いつきを上げるファッション、9割が知らない本当にモテる男の髪型、薄毛を改善する裏技、人生を変えるメンズ美容整形ノウハウ、劇的に肌質を改善する美容治療ノウハウ、女との出会いを量産する方法、マッチングアプリ攻略法 2.0、ストリートナンパ得のロードマップ、女の食いつきを上げるライン手法、デートを成功に導く店の選び方、
最短でお持ち帰りを実現するデートの台本、会話を盛り上げる極秘会話術、セックスを確定させる魅惑のボディタッチ、女を釘付けにするデート中の所作振る舞い、自動的にホテルインを実現するお持ち帰り方法、女を沼らせるセックスの仕方、長く関係を継続させる方法、女を猛烈に依存させる犯罪級恋愛テクニック、これら19個の特典を無料でプレゼントしています。恋トレ式非常識な恋愛手法 2.0 の教材を無料で受け取って人生を変えたい方は期間限定配信ですので、消えてしまう前に今すぐこの動画下の概要欄の方から公式 LINE を追加してプレゼントを受け取ってください。この教材以外にも私の公式 LINE ではこのような突発的なプレゼント企画や恋トレ大学生徒の実績、表では公表できない極秘恋愛テクニックを発信しているメルマガやブログも私の公式 LINE から閲覧することができるので、ぜひ今のうちに公式 LINE を追加しておいてください。全て完全無料です。ということで今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方はコメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。次回も役に立つ恋愛スキルを配信してきますので、ぜひチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。やったぜ。